ダイエット&ボディメイク専門パーソナルジム、カロリートレードジャパン技能安全代表の小野木といます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応ポイントとして5つありまして、まず1つが、完全個室のプライベート空間ってことで、人目を気にすることなく、トレーニングができます。で2つ目が、お子様同伴 OK っていうことで、ダイエットしたいけどお子様がいるからできない、お子様を、同伴 OK じゃないパーソナルジムっていうのは結構多いと思うんで、もうそういった方でも、気軽に通えるような、ジムとなっています。で3つ目が、安心の返金保証制度ってことで、例えば、ダイエットして、1ヶ月で仮に、1キロも痩せなかった場合、これまた全額返金しますよという制度があります。で4つ目が、またアフターフォロー制度ということで、これちょっと細かく言うと、このパーソナルジムに通ってる期間内だと、自分側が、この食事のメニューだったりトレーニング内容を、指導していく形になるんで、やらされてる感というか、そういうのはあると思うんですよ。で、卒業した後、一人でやることになると思うんですけど、そういった場合、忘れたりすることが結構あると思うんですけど、そういった場合でもアフターフォローということで、卒業して会員じゃなくなってもやり取りできるよっていうこの制度もあります。で最後が、手ぶらで通える、パーソナルジムということで、当店では、上下ウェアとシューズの貸し出し、これも無料でやってるので、仕事終わりに1時間来て、ここでシャツシューズ借りて、運動してまた着替えて帰るっていうのができたりします。主に、ダイエット初心者の方とかなんですけど、今までにこのフィットネスジムだったり、通って自己流トレーニングで痩せたいけど、結果が出なかった、そういった形に向けて、正しいトレーニング知識だったり、食事の知識を身につけてもらって、自分で自己管理体型維持ができるぐらいまでのレベルには持っていけるんで、そういった方向けに向いてます。自分が大切にしていることは主に2つあって、まずトレーニング面でいうと、このトレーニングってやったことない動きがほとんどだと思うんで、子供でも理解できるような、言葉遣いだったりっていうので、教えたりすることがこれ一つで、このトレーニング面も食事面もそうなんですけど、あと一つはお客様のこのモチベーション維持。やっぱこうダイエットって体重減らしていくんですけど、体重は上がり下がり繰り返しながら下がっていくんで、例えば朝、毎日会員さんには体重を送ってもらってるんですけど、でやっぱ今日は低いけど、翌日は体重増えてたっていうのはよくあるんで、そういった時にちょっとモチベーション低くなったりするんで、そのモチベーション維持をこうした時に、回復させるというかモチベーションアップを、するように心がけてます。一応ダイエットなんで、それぞれ人によって何キロ痩せたい、何キロ痩せて、自分の目標に向かって、その落ち幅っていうのはあると思うんですけど、最初にこうカウンセリングとかで、いろいろこの現在のご状況だったり聞いたりして、でそこから1日の上限カロリーを決めます。で、そのカロリー決められたカロリーの中で、当店ではローファットダイエットっていう脂質制限ダイエットをやってまして、だから、炭水化物とタンパク質を主に取っていくようなダイエットをやってまして、でその決められたカロリーの中で、
炭水化物とタンパク質を取っていく。だから食べるものによればお腹いっぱいになるぐらいまで食べれたりするので、まあ、一応カウンセリング と、はい、パーソナルトレーニングの体験、はい、これ通常、5000円かかるんですけれども、はいはいはい、今、これが、無料でちょっとやらせてもらって、はい、で一応カウンセリングのみでカウンセリングとトレーニング体験どっちでも大丈夫なんですけど、そうですね、カウンセリングののみの場合はだいたい約30分ぐらいで、カウンセリングとトレーニング体験合わせたらだいたい約1時間ぐらいで、内容としてはまず、カウンセリングで、お客様の今の生活環境だったりこの食事の回数だったりメニューなど聞いて、こちら側が最善のプログラムを、まあ、提供してあげる形で、で、その後に、まあ、ちょっとした軽いトレーニングを体験してもらうっていう感じですね。結構多分ダイエットしたいとか、こう運動そろそろしないといけないなって思う人は多分たくさんいると思うんですよ。ただそのやっぱこの一歩が踏み出せないっていう人が多いと思うんで、一度やっぱカウンセリング来てもらえれば、もうこのなんだろうな、やる気にさせるというか、モチベーション絶対上がるん で、やり始めたらもうなんだろう、ずっと続けられるんで、だからまずはこの始めるまでが一番難しいんで、とりあえずこの一歩を踏み出すっていうのをまずやってみてほしいです。